11レース2乗戦 A2 着になりました坂田先生です。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、今日はスタートがまず3人出てきましたけども、あの辺りからどういうふうに考えられたでしょうか。まあ、出ないと多分後方になるだろうなと思ったんで、とりあえず出てみて、まあ、佐々木君が自分の車輪かけてたんで、まあ、そこは無理せず引いて、まあ、小原君には負けないようにと思って1位になりました。作戦としては前中段あたりを、まあ、そうですね、後方以外って感じでしたね。でその秋元選手が上がってきたところを佐々木選手が突っ張って、まあ、しばらく並走してましたけども、あの辺りはどういうふうに。まあ、そこは3車で秋元君が一番強い中で、まあ、佐々木君がしっかり突っ張ってくれたんで、自分は削られないようにしっかりついていって、まあ、そこからどうするかっていうのは、まあ、秋元君がどうするのかなって見てたんですけど、引いていったんで、まあ、最高の展開っていうか、まあ、自分は晒しであの位置回れました。でそのまま山本選手が先にまくりに行きましたけども、あの辺りはご自身の仕掛けるタイミングなどはどうだったでしょうか。まあ、自分は車間を開けて、まあ、山本さんの仕掛け、脇本君の仕掛けに合わせてしっかり外踏もうと思ってたんで、まあ、山本さんが先に見えたんで、まあ、持ち出したんですけど、まあ、車の出自体は回してた中で4コーナーでしっかりまた山下ろし使って伸びる感覚があったんで、まあ、落車さえなければよかったのかなと。まあちょっとアクシデントもありましたけども、これで準決勝進出ということで、まあ、この後のダイヤモンドレースにも来た日本が4社いますけども、そのあたりはどうですか。まあ、チャンスだと思うんで、まあ、しっかりそのチャンスが曲がってきたときに、まあ、しっかり集中して対応できるようにまた1日1日頑張りたいと思います。2日走って昨日お休みでしたけども、状態面としてはどうでしょうか。まあ、2日走って1日休みっていうのはすごいアドバンテージでもありますし、まあ、昨日しっかり休養して今日に挑めたのが良かったのかなと思います。わかりました。では準決勝その後に最後に意気込みをお願いします。そうですね、まあ、自分が与えられた位置でしっかり集中して決勝乗れるように頑張りたいと思います。